皆さんこんにちは、エルサです。今回も黒森町期間やっていきたいと思います。さあ、まさかの巫女の姿になるっていうね、まさかの流れになってるんだけど、これ逃げれないダメらしいですね。あ、ひぐつか、あああ、この仮面そういうことか。ニコ装束飯谷さん、どうしたの。木原ちゃん、更新祭には何の意味もないのよ。時間を無駄にしちゃいけないわ。飯谷さん、一体何を知ってるの。更新はもう死んでいるの。これは、方針教の最高機密だから、ここの妖怪たちは知らないのは無理ないわ。だから、方針を追い出そうとしても無駄なの。方針はもういない。ピーチャイさん、どうしてそんなこと知ってるの。私は鹿島村の村人、方針教の信者だった。方針教の禁忌に触れたため、方針に罰せられ、声の一部を失ってしまったの。やっぱり、最初から鹿島村のことに詳しすぎると思ってた。それに緊張した時に出る鉛も鹿島村のものだったしね。私にかけられたノリはどうなの。私が何かしたことで方針に罰せられたの。木原ちゃん、その全てはあなたには一切関係ないことよ。あなたは呪いの犠牲者なの。とにかく方針に期待しちゃダメ。私たちは自力でフィルムを見つけなくちゃ。ごめんなさい、聞くつもりはなかったんだけど全部聞こえちゃったわ。さっきそこのハトちゃんが話した通り、方針が死んだというなら別のプランを採用するだけよ。別のプラン。今暴れ回っている音量は3年前に毒ガス事件で亡くなった犠牲たちの憎しみの集合体である可能性が高いわ。ならあなたが言ってた能力とやらで3年前に戻って毒ガス事件を止めればいいじゃない。死者が出なければ音量も生まれない。いくら過去に戻ったところで、念写では人の死を変えることはできないわ。あら、ハトちゃん、どうしてそんなこと知ってるの。もしかして試したことがあるとか。試したことはないけど、それが念写の法則なんだもの。木原ちゃん信じて、念写では死という事実は変えられないの。木原さん、あなたは優しいのね。そのハトにはいろいろ隠し事があるみたいじゃない。それでも信じられるの。木原ちゃん、めぐみさん、私は金谷さんを信じます。金谷さんはいつも大げさで騒ぎ立てるし、頼りない時もあるし、原稿の締め切りも遅れてばっかりだけど、え顔よ顔。でも金谷さんがそばにいるとなぜか安心できるんです。その安心感があるから金谷さんが何か秘密を隠していても受け入れられる。だから私は私の心のまま金谷さんを信じる。木原ちゃん、ずっとそんな風に思ってたの。うん、もちろん呪いが解けたらちゃんと真実を話してもらうけどね。もちろんそうするわ。女の子同士の友情ごっこってやつかしら。ありがちよね。悪くないわ、観客も喜ぶでしょう。あなたたちの固い友情に水を差すつもりかもしれないけど、この肌はとても人に見えない秘密を隠していると思うわ。あなたたちが過去に戻りたくないというのなら、その能力を私に渡してちょうだい。私が悲劇を止めてみせる。何を、私たちを脅すつもり。そんなところね。木原さん、今のあなたに逃げ場はない。他に選択肢はないでしょう。あ、思い出した。変な格好にいたと思ってたけど、木原ちゃん、彼女が噂の口先女よ。あ、やっぱり。口先女。あの、都市伝説は聞いたことがある。夜中に黒森町で口先女見た人がいるって聞いたけど、そうか、この人だったのね。説明してる暇はないわ、木原さん。あなたの能力は何か起因してるでしょう。それを渡しなさい。念写は私にしか使えないわ。でも音量は毒ガス事件に関係してるな。戻って調べれば音量を払う方法はわかるかもしれない。まあそうだね。なら決まりね。そうだ、あなたが人間ってことはわかってるから、私の前ではその面外していいわ。はい、お面はしばらく外すね。やっぱりすごく可愛らしい顔。みんなに好かれるわけね。うん、当然よ。木原ちゃんは可愛くて頭がいいからみんなに好かれるのよ。それを口先女の前で言うか。さっき念写には電気製品が必要だって言ってたわよね。
2階の妖怪屋に電気製品があるわ。一緒に行きましょう。わかりました。安藤めぐみがパーティーに入った。ね、このパーティーに入るとき関わるんだろうけどね、やっぱ口だけ女だったんだね。こっからなんだ。おとなしく待ってなさいと。さあ2階ね。うわやば、本領の恨みの念が広がり始めた。急がないと。あ、1階もう行けなくなってるじゃん。めぐみさん、あの怨霊が暴走したそうでやんすね。まだ祭り続けるんで。祭りは中止を。キララさんと新しい計画を立てたの。私たちで怨霊を退治するわ。こんなことしちまったら。夢、あなたに預けていたものを出して。少々お待ちくださいよ。腕時計でやんす。ありがとう、夢。腕時計？なんで？なんか腕時計つながり多いね。さすがに、あの子のではないと思う。めぐみさん。なんかあるのかな。一緒に遊んでもいい？俺たちかくれんぼをしてたんだ。お前が鬼になって俺たちを見つける。それでいいか？うん。それじゃあ目を閉じて1から100まで数えたら目を開けるんだぞ。こっそり見たりしたら二度とお前と遊ばないからな。わかった。じゃあ教えるね。数えるね。あなた誰？え、私が見えるの？そこか。いや、まあ、ビビるよね。みんなどこ行ったの？そうね。あなたが数えて13まで数えた時にみんなどっか行っちゃったわよ。あいつ気持ち悪いものが見えるんだってよって誰が一緒に遊ぶかよ。なんて言いながらね。あらら、お嬢ちゃん泣かないで。私が遊んであげるから。急に過去の話になったね。安藤さん、引退して青い鳥劇団に入団されるとお伺いしましたが、それはなぜなのでしょうか。めちゃくちゃ綺麗な人。俳優としてスクリーンの外でも活躍していきたいんです。より質の高いお芝居を追求できればと思います。青い鳥劇団には優れた先輩方がたくさんいらっしゃいますので、有意義な経験が得られると確信しております。山野仁さんと密会で激写されていますが、山野さんって友人関係です。あの日は引退について話していただけです。それは誤解ですね。引退のことはあくまで私個人の決断です。皆さん何か伝えたいことありますが、しばらく皆さんの目から遠ざかってしまうことを非常に申し訳なく感じておりますと。同じではご期待にお答えさせていただきます。1年後、さらに成長した安藤めぐみをご覧くださいと。改めまして、これまで応援してくださった皆様に心より感謝申し上げます。ああ、だからあれなのか。あの主人公は知ってたのか。有名な女優さんだったんだね。パパは来週のどっか見に来てくれる？ごめんよ、夏森。来週は出張なんだ。応援はパパの仕事仲間にお願いしているからね。出張から帰ったら一緒に遊園地に行こうか。うん。パパには妖怪が見える？このように妖怪なんてものは存在しないよ。でも本当に見たの？今忙しいんだ。買ってあげた本はもう読み終わったのかい？うん。じゃあ本読んでなさい。パパは今本当に忙しいんだよ。
安藤さん、今回の声も大成功でしたよ。あなたが演じる役はお客に観客に大人気だ。ハブな言葉です。寺島さん、先輩方のご指導の賜物ですから。大スターでありながら謙虚でいらっしゃる安藤さんのような方は非常に珍しい。もうすぐ銀幕復帰されてしまうと残念ですね。劇団にとっては本当に大きな損失だ。寺島さん、私はいつまでも劇団のメンバーです。時間ができたらまた皆さんに会いに来ます。ぜひそうしてください。いつでも歓迎しますよ。打ち明けが始まります。安藤さん行きましょう。ねえおばさん、おばさん妖怪なの？おばさん、私そんなに老けて見えるのかしら。巫女姿がちょっと気になるけどね。ええ、あのたち人間から見れば妖怪ってこんなに妖怪ってことになるんじゃないかしら。どうして他のみんなに妖怪が見ないのに私には見えるんだろう。どうしてみんな私と遊んでくれないのかな。人間っていうのは同調したがる生き物なのよ。納豆ご飯好きな人もいれば卵かけご飯が好きな人もいて、納豆ご飯が好きな人は卵かけご飯が好きな人のことを理解できなかったりする。妖怪が見えない人は恐怖や嫉妬、他にもいろんな理由で妖怪が見える人のことを自分と違う生き物だと考えてしまうのよ。じゃあどうすればいいの？私みたいに妖怪が見える人を探せばいいの？それだとあなたも同等したがる人間と同じじゃない。お嬢ちゃん、こんな話を聞いたことがない？あなたがどんなに仲良くしようと微笑んでも冷たく背を向ける人がいる。そして同じようにあなたに微笑み、あなたのことを温かく抱きしめ、生涯の友となる人もいる。いつかあなたも妖怪が見えなくなって普通の女の子になるかもしれない。でもあなたの優しさやあなたが誰かが与える愛情は必ず実を結ぶわ。愛し愛されることということはこの世の一番美しいものよ。お嬢ちゃん、あなたはとても優しい心を持ってるわね。だからあなたの心のままに愛する人に、ね、あなたの愛を伝えて、それだけで十分よ。わかった、ありがとう、妖怪のおばさん。おばさんって言われるのがね。安野さん、ちょっと待ってください。あなたは？安藤さん、僕はあなたのファンです。あなたが出演している映画何十回も見ました。あー、事件起きるってことか。応援ありがとうございます。山田さんと付き合ってるって聞いたんですけど、それはゴシップ誌のデマでしょう。他の男と付き合ってるんだろう？安藤さん、僕はあなたのことがこんなに好きなのに、どうして他の男と付き合うんだ？僕も映画を全部見てあなたを応援してきた。あなたを一番愛してたのは僕だ。どうして、どうして僕を裏切った？うわぁ。本当にどうすることもできないんですか？安藤さんの見解では我々になすすべはありません。ここは最高峰の整形委員じゃないのか。安藤さんの口元傷は長さが10センチあり、傷口も深い。どんなに優秀な整形外科医でも傷跡を完全になくすことはできません。安藤さんはうちの一枚看板だぞ。不景気なのご時世で事務所の全員この顔で食ってるようなもんなんだぞ。申し訳ありません。我々の力不足です。徐々に減っていくってたね、こうやってね。
めぐみさん、今の映像は？バックは人間の記憶を夢に変えることができるの。今のあなたと私の記憶の映像よ。バックのところに長く預けてたせいで、腕時計にバックの夜が映って、意図せず私たちの記憶を映し出したのかもしれない。ああ、だから2人分の夢が出たってことか。バックを見られた以上隠す必要はないわね。めぐみさん、さっき口先女なんて言ってごめんなさい。あ、まあまあまあ、なかなかきついよね。気持ちはありがたく受け取っておくわ。でも私は同情に値する人間じゃない。過去のことは水に流しましょう。私の記憶だと毒ガス事件発生まで30分くらいね。現場はこの劇場の屋上よ。急いで屋上へ行く道を探しましょう。うん。もう逆に、そうね、人間の人残ってたんだね。まあでもそんだけ劇場に思い出があったってことか。あった、なんか貼ってある。ああ、それじゃない、それじゃない。貼ってある。暗号か。暗号の手がかりね。カードが貼ってある。劇場支配人の寺島は、まあ、ミステリー好きだからきっと自作の暗号カードだわ。青い鳥劇団の代表兼脚本家でもあるわ。とても才能ある人よ。でも昔のことを少し思い出しちゃって、鍵探しを続けましょう。カードゲットで、カードを使う感じかな？ああが1。雲が1つになるように配置するってことか。ここだよね、雲1。でも下のさ、これ触れないんだよな。あ、でも雲一これだね。まあ一回セーブしておこう。あれ？何も。ああ、なるほど。1だけど、雲が1になるように。雲1でしょ？アルファも入ってて丸。2111、そんなんある？やっぱ違うね。ローラー作戦だね。あ、違う違う、これだこれだ、ここだ。雲1で、いいが1212、いや、多分これだってるよね。四角とプラスがほら、赤いマークがついてるから、これでいいんだけど。1231か。開いた。あ、本が入ってたね。この本は何？魂浄化の旅。新任天堂の本。警察の捜査を逃れ、自ら罪を軽くするため、我々の名簿を警察に渡そうとしています。できるだけ早期にこの技を排除してくださいと。ということは、松山を首吊りに見せかけて殺したのは新任天堂社の信者で、それを方針教に乗せせいにしたってことか。
公式はすでに衰退していたが、ほとんど信者は信仰心をもじられていたし、愛嬌者を殺害するなんてことはありえないよね。はいはい。内部は体制を厳格で、愛嬌者への扱いも決して生ぬるいものじゃないわ。だからやっぱ、うまく利用したってことだよね。この方針をね。かけます。かけて、これで屋根裏部屋に行けるわけか。ここに穴が98年になってってことね。屋上。どういうこと？どうしてこれ以上進めないの？念写では足の事実を変えられないっていうのはこういうことなのよ。神にはそれぞれに役割があって、世界を混乱しないようにその役割をしっかりと守っているわ。だから別の神が支配する領域と境目にはこういう因果の障壁っていうのが存在するの。方針は四季の巡りを司る神で、精神の輪廻については何の責任も負っていない。だから方針にもこの障壁を破ることはできないのよ。そんな、どうして。安藤さん、迷っているんですか？こんな罪のない人たちを。あー、なるほど。自分が犯した罪だったのか、私にはできません。安藤さん、下にいる人たちはよく見てください。彼らはあなたを化け物のように扱い、おかしいなあだ名で散々あなたを侮辱した。あなたは彼らを傷つけたか？そんなことはね、あなたが彼らを傷つけたことなんて一度もないんだ。それどころか、彼らはとても愛している。あなたが人生を映画に捧げてたのは、愛する視聴者に報いるためだ。しかし彼らはそんなあなたに献身の目もくれない。以前まであなたをおだて担ぎ上げてきたくせに、あの事件の後、彼らは被害者であるあなたを痛烈に批判した。それじゃあ事件の後あなたは心配してくれたのは誰だ？青い鳥劇団のみんなだ。安藤さん、あなたが唯一信頼できるのは我々だけじゃないか。そして今下にいる奴らは劇団のこの劇場から追い出そうとしている。安藤さん、あなたはこの劇場を見ながらとした心血を守らなければいけない。さあやるんだ、この缶を開けて。ただ投げ捨てればいい、簡単なことだろう。で、自分の手で下さないのがまた、汚いね。やめなさい。あー。めぐみさんがこの悲劇を止めとした理由がようやく分かった。彼女は声を枯らしながら過去の自分に向かって叫んだ。土砂降りの雨と通行人たちの悲鳴にその声がかき消されるまで。相変わらず私は甘い人間ね。降伏することで全て解決できるなんて。過去に戻れば犯した過ちを取り戻せるって。きっとこれは神様が私に与えた罰なのね。私は罪のない人々の命を奪ってしまった。私のせいで彼らの魂は安らかに眠ることもできない。泣き止みも劇場内の音量も全部私の過ちのせいなの。めぐみさんのおかげで思い出しました。この方法なら音量なんとかできるかも。どんな方法なの？キャラさん、そんなことが本当にできるの？前に近目村で試したことがありますけど、絶対に成功するとは言い切れません。それに危険な役目ですが、めぐみさんには音量を好んの踊り場まで引き寄せてもらわないといけません。めぐみさん、この方法にリスクもあります。もし信じてくれるなら。こんな姿になって私はもう誰も信じられなくなっていた。でも、木原さんは過去の私を見てから私の心がもう一度誰かを信じてみなさいって何度も言い聞かせてくれるの。だから木原さん、私は信じるわ。
私は、これは私の心のままに決めたことよ。はい、めぐみさん、ありがとうございます。それじゃあまず98年に戻りましょう。とても危険な役目ですが、どうか気をつけてくださいね。江原さんもね。まだこれ1階からね、音量は1階にいるみたい。木原さんはこうしてはいられないよ。すぐ行きます。はーい。どう、あー、俺動かすんだねー。わ、劇場内いるんじゃない？これなんで調べるの？あー。なるほど。わ、全部かい、あれ書いてるじゃん。うわー、やーばいねー。まあでも、うわー、よくある誹謗中傷のやつだよねー。さあ、来るんじゃねえ、俺の後ろに方針がいるんだぞ。そうは出さねえからよ。あーでも引退を宣言するね。あんたの狙っていいは私でしょ。さあ逃げましょう。わあ道変わってるじゃねえかよ。ちょい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 、そのギリギリでさ、ギリギリでやばいやばいやばい。あー、なんとか。ネギ様捕まって。危ない。あー、危なかった。間に合ってよかった。ごめんなさい。ドアまで音量引きつけたけど、そこで消えてしまって。大丈夫です。準備はできたので、あとは待つだけです。木原さん？キハちゃん、どうして屋上なんかに？記憶が確かなら赤鬼さんは妖怪すら腐食すると言ってました。ああそうだね。それに怨念の塊は劇場の内側に集中していて、ドアや窓に近い場所ではないって気づかなかった。そのことから、あの鬼は縦闇を恐れているんじゃないかと推測したの。分かった、鬼は屋上に引き寄せて泣き止めでやっつけようっていうのね。でも本当にここまで連れてこられるのかしら。玉崎さんが逃げるの手だったとき、腕時計を使って時間を遡って、規制の追跡から乗れたの覚えてる？覚えてるけど、めぐみさんの腕時計はまだここにあるから、まずそれをここに置いて、時間を覚えて、またつける。それからわざと音量に捕まって、その瞬間に燃焼を発動すれば、音量を連れてこの屋上まで来られる。宝子さんから戻った、粒石があるから私たちは、泣き止めの腐食から守られてるけど、音量は直接泣き止みにさらされてしまう。あ、じゃあわざと捕まったってことか。雨の中、毒ガス事件被験者たちが音量を引き裂いたように見えた。衝突が響き渡る。そしてついに、泣き止みとともに、それは劇場の上空へと消えていった。泣き止みも音量も消えた。姉ちゃん、まさか音量と泣き止みを一掃しちまうとはな。木原さん、音量を退治するだけなく、泣き止みまで解決してくれるなんて、本当に感謝してもしきれないか。音量がいなくなっちまったんなら、もう方法審査やる必要もねえよな。祝賀コンサートとしゃれ込もうぜ。気分転換早いな。
さっき泣きながら音楽祭から引退、音楽会から引退するって言ってたの誰なんだな。こいつ見てたんやね。なんでしてやがんだ。あんなに大きい声で叫んでたんだ。全員聞いてるか。ああ、言ったのは敵を混乱させるためだぜ。どんな危険な状況だったか知らねえだろ。運よくめぐみさん会えたものの、そうでなければ俺は今頃怨霊の腹の中だぜ。あ、めぐみさんは俺たちがもがかってくる時は会わなかったんだな。あーってことはもうすでに幽霊の状態だったってわけか。ゆめさん、めぐみさんは見なかった？めぐみさんは消えちまいやした。めぐみさんは誰にも真相を知られたくなかった。だから足もずっと隠して申し訳なかったでやんす。真相、ゆめさんはめぐみさんに一体何を隠していたの？あの音霊はめぐみさんの魂が化けたものだったでやんす。ああ、本人自身だったんだ。3年前の毒発事件の直後、めぐみさんは自責と後悔の念に苛まれ自殺した。めぐみさんの執念を強く、その執念によってめぐみさんの魂は縛られ、本人の意識はゆっくりと飲み込まれていったでやんす。そしてついに彼女の魂は音霊になってしまった。めぐみさんの最後の意識が飲み込まれる前に足とバックで音量を眠らせ、その最後の意識をめぐみさんの腕時に残したでやんす。あなたたちが見ていためぐみさんはバックがその意識を具現化させただけのただの夢。ああ、じゃああれは全部夢だったんだ。今音量が消え、この長い夢も覚めるでやんす。もっと早く気づいていれば。井原さん、自分を責めることは できないでやんす。めぐみさんはあなたに感謝してるでやんす。劇場で過ごした時間は幸せなものだったでしょうが、それでもめぐみさんはずっと後悔に縛られていた。木原さんの怨霊退治に協力することはめぐみさんにとって救いであり、最良の結末でもあったでやんす。私の方こそめぐみさんにお礼を言わなきゃいけないのに、腕時計も返せなかった。その腕時計はめぐみさんからのお礼ということにするでやんす。はい、私大切にします。めぐみさん、木原さんに真相を話せなかったんで。木原さんはとても優しい人よ。もしも真相を知れば必ず計画を中止するわ。それに私はもうこの結果に満足してるの。めぐみさん、みんな祝いの最中ですよ。またお別れする時間くらいあるでやんす。みんながあなたがあられるのを心待ちにしてるでやんす。いいのよ、ゆめ。過去の私は花と喝采を自分の命のように思っていた。一生懸命働いて縁起を磨いて、自分はものすごく熱心にやっていると思いながら、実際はただ怯えていただけ。旬が過ぎることを恐れ、新人で追い越されることを恐れ、視聴者からの愛を失うことを恐れた。あの時の私が愛していたのは儚い名誉だった。だから騙されていたことを知った私は、自分を見失い、決して許されない罪を犯した。今ようやくわかったわ。花と喝采はもう私には必要ない。心から笑うみんなの笑顔は舞台裏から見ているだけで私は満足なの。井原さん、私は正直あなたにはちょっとだけ嫉妬しているわ。それはあなたの可能性でも人気があるからでもなく、私はあなたの誰かを愛する勇気と愛される自由に嫉妬していた。妖怪映画終わりと。そういえば屋根裏で黒いフィルム見つけたでやんすが、探していたのはこれですかい？そこで見つかるのか。それは一巻の漆黒のフィルムだった。よく見ると黒い羽の模様でびっしりと埋め尽くされている。はい、探していたフィルムに間違いありません。やらさん、前にもバックがフィルムが再生できるって話はしたでやんすが、必要ならうちに寄ってください。わかりました、ありがとうございます、ゆめさん。あー、これでゆめさんのところに行くわけか。そっか、めぐみさんはそうなってしまうのね。結構あれだよね、
構なこと起きてそこにつけ込んだやつらのせいでおかしくなっていってるって感じだもんね。あ、扉が2つになってる。消えていた映写室のドアが元に戻ってる。ゆみさんの話だと映写室は何か巨大な力を消し去られていた。そんなことができるのは方針しかいない。でも方針は数年前にすでに死んでいる。キハちゃんは気にしなくていいのよ。呪いを解くまではもう一歩なんだから。左側の映写室と右側の妖怪屋、どちらでも昼も再生できるけど、この昼は普通の昼じゃないから、一度使ったら消えてしまうかもしれないわ。だから、うん、わかってる。どちらかの扉を選ばなきゃいけないのよね。呪いは映写室に関係してるから、映写機でフィルムを再生すれば完全に呪いを解くことができるかもしれない。でもバックの能力の影響で私とメゲンさんの記憶を見たこともあるわ。失った記憶を取り戻すにはバックに頼む方がいいかもしれない。うん。やらちゃん、どんな選択をしても私は文句なしよ。ありがとう、キータニさん。本心でオートセーブされます。普通のエンディングを楽しみいただきやすいので、これより先に進むときはオートセーブ更新はされませんので、適切なタイミングで指導セーブを行ってください。劇場に一部のキャラクターに新しい回が用意されてます。ドアを開けると最終章始まり、新しい回を逃してしまいますので、ご注意くださいと。まさかの丁寧なの。はぁー。じゃあ一回セーブしといて、まず17ね。そうか、ここに来ても最後ですよか。でも白い羽なのに次黒いフィルムは黒い羽なんだね。誰の羽なのかっていうところだね。はい、じゃあ今回ここまでしたいと思います。ちょっとね、次回ね、最終章行く前にいろいろ話していきたいね。あの猫ちゃんの友達のところに会いに行くとかね、ちょっとやりたいんで、まあそれをしてから最終章に行きたいと思います。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。まだまだいろんなゲーム、動画、解説、攻略なども随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。